ちゃん。タカちゃん。いやタカちゃん。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 今出てきたよタカちゃん。タカちゃん。そう。タカちゃん。タカちゃん。今日東京都の仕事してる、タカちゃん。濃厚接触者は入ってこない、ね、本当にそう思われるでしょ。入ってこないで。タカちゃん、これだけお願い、今日アイムレスガラビは。ガラビ言わないでよ、それ。タカちゃん、アイムレスガラビは入ってこないじゃん。タカちゃん、何？タカちゃん、今日ほら、今日伊達公洋さんと会うでしょ。これサインもらってきて。あなたが触ったの触りたくないの。俺がコロナだと思われるでしょ。やめて。タカちゃん、来ないで。しっかり来ないでじゃないよ。ダンカにもらってもらったら、ダンカに。これちょっとダンカが触ったの危ないから。ちょっと今日東京都の仕事でしょ。東京都の仕事。あー冷たい。冷たいよタカちゃん。もうその辺に置いといて怖いから。絶対今日ちょっと伊達さんのサイン頼むからね。もうもう勉強してる。あ、やばいな、今日東京都モードだからやばいよ。東京都の仕事だから緊張してるよ、タカちゃん。緊張。いや、スーツでしたよ、今日。スーツスタイル。スーツ。はい。どうすんだよ。どうするんですか、伊達さんの、うん。チャンス、本番始まってからしかないですよ、多分。伊達さんもこれもらえないじゃん。いや、でも言ったらもらえますよ。タカチャンネルですって言ったら、これ前回もやってるんですから。さっきの。本当に何もできないと思いますから。一生懸命進行させていただきます。はい、お願いします。あのワースポー MLB の山本修子とすごく仲がいい。なんかあれ同じ会社でしょ。あ、セントフォースで。セントフォースでしょ。はい、あのよろしくお伝えくださいと。すごく野球も詳しくてちゃんとできる人、ね。あの私元ジャイアンツのチアをやってて、私も野球大好きで、いつもチャンネル拝見してます。あ、ありがとうございます。はい、どちらのファンですか。巨人ファンです。あ、はい。タカちゃん、紹介してよ。どこが立花のチアリーダーで。なんだかわかんないけど、静岡は菊川と立花って両方あって、両方とも野球強いんだよ。そうなんです。どこが菊川は昔選抜優勝したことあるね。あります。あ、野球ファンですか。野球ファンで高校時代も2年甲子園に行きました。なんであれ2つあるんだろうね、静岡に。なんか兄弟校で系列でもう1個女子校もあって、うん、ここは学園っていう。今日高田さん、東京都の仕事でしょ。あ、濃厚接触者として伊達さんのサイン。伊達さんのサイン。ダメだ、高ちゃん、今日。いや、中川さん、綺麗だな。すいません、よろしくお願いします。中川さん、伊達さんのサインもらえますか。いやいや、私もらえないです。うちの田舎の兄貴が好きです。タカちゃんに言ってるんですけど、全然やってくれないんですよ。いやいやいや、恐れ多いので。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お前が一番力ねえじゃねえか。いや、何なんですか。なんで、じゃあ、いいでしょ。僕も準備できます。ところがね、今、伊達さんちょうど打ち合わせしてます。何ちょうど、あ、ほら、もう鏡越しになってた。いたよ、今。いや、なんで何してんだ。いや、何してんだって、連れてきてって言ったから連れてきたじゃないですか。何しましょう、何しましょう。やばい、やばい。鏡越しに。ご挨拶よろしいですか、東京都の。はい、かじゃ。じゃあ。そうです。あれ？そうです。じゃあ、すいません。佐賀チャンネルです。いえいえ、ありがとうございます。お疲れ様です。なんか今回の一番偉い。雰囲気が違うもん。元柔道日本代表。うわ、ちょっと見てこれ。いつ出勤ですか。え、そうなんですよね。本当に今日東京都の仕事で高橋さん。そうなんです。本当ですか。はい。じゃあ伊達さんのサインで。伊達さん上にいるんで。あ、本当ですか。はい。すいません。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。あ、はい、合ってます。赤ちゃん。赤ちゃん。回ってないんだから。回ってた。赤ちゃん。何？ちょっと伊達さんのサインだから。ダメだよ。
うちの田舎の兄貴に。ほら、本番なんだから。いや、濃厚接触者は来ないで。そんなこと言わない、みんなびくつかでしょ。ほら、本当にこれ、うん、うわ、すげえな、東京都の島。38度くらいないよ、ないよ、ないよ、かかちゃん入ってくんなよ。うわ、本当に東京都の仕事してる。入ってこないで、濃厚接触者。もういい仕事してるわ。ここには、ここには、ここには、さっき、さっき、ここには、おはようございます、おはようございます。本当にあんた呼ばれたの？ジャケットが、もほぼこしちゃって、中にちょっと、着替えなきゃいけない、着替えなきゃいけない、すみません、ジャケットが、もこもこ、今度俺のいらないやつが、マジっすか、すっげえ、もう、欲しいです、ジャケットが、すみません、ちょっと、すみません、こんな、もう、ボコボコのやつで申し訳ないです、すみません、でも、クワトボンペのマスク、そうなんですよ、あの、ベースボールシャツも買わさせていただきました、はい、そのマスクどうしたんですか、彼女からプレゼントしてもらいました。セット、いいとこセット、すいません、資料置いといていい？あ、全然置いといて、おはようございます、まあ、うわ、すげえ仕事だな。東京2020大会の開幕は明日へと控えました。東京都のオリンピックの仕事じゃないですか。そうだよ。というわけでお送りしていきたいと思います。今私はオリンピックのスタジオです。この後、オリンピック詳しいかな。このオリンピックパラリンピックにおいて、なんとか伊達さんのサインだからお願いしますよ。もらえないだろ、何日に焼けてんだよ。バイク乗ってるんですよ。バイクとか釣り行ったりしてるんですよ。時間何で遊んでんだよ。伊達さん来た、来た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 、これいけないぜ、高さいないと。来た、これ仲良しだもんだって。高ちゃん、こんにちは。あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。高ちゃん、あ、高ちゃん、すいません、いつも伊達さん、すいません、本当に。そうなんです、ね。この間も。これ濃厚接触者なんですか？違います。違います。プロなんだって。濃厚接触者なのかって。そんなん使えないじゃん。違うでしょ。誤解するでしょ、だってさ。ジョコビッチ強いですね。ジョコビッチはもう異常です。めちゃくちゃ強い。もうなんかもうやっぱりこう、行きますか、獲物があると。あ、わかりました。どうぞ行ってください。みんな若いやつやっつけちゃうからね。相手がいないですね。前日の時、チチパスはもうこれで勝ったと思った。1分15秒前。中ちゃん。8、7、6、5秒前、4、3、2、こんばんは。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を待ちわびる全国の皆さん、こんばんは。2回もこんばんはって挨拶しちゃいました。もう私も興奮しきって仕方がないという状況ですが、いかがでしょうか。今オリンピックを待ちわびる皆さんの気持ちも燃え上がって、明日ともされる聖火以上に激しく燃えていることと思います。この後こちらのスタジオで、あのトンネルズの石橋貴明さんが東京2020について語り尽くすということで、いやもう大興奮。皆さんもぜひこの番組でどんどんとこのオリンピックを好きになって、もっともっとエンジョイしていただければと思いまして、本番来ました。こちら番組から
配信に合わせてお願いします。伊達さんのサイン。知らないよこれ。なんだよこのサイン。本番前にさ、いらないよ。なんだってって、いらないよ。これじゃない。一番いらないよ。なんでこのサインなのよ。ないじゃんこれしか。持ってないの？知恵でしょ。これ2枚しかないからもうボケないでよ。これはダメだよ。なんちことすんの。伊達直人じゃん。タイガーマスク。タイガーマスクになっちゃってんじゃんそれ。まああとボケが古いとよもう。なんでタイガーマスクなの。ダメだよ本番前は。すいません。どうぞ。あーっとこれはこれはこれはもう皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご存知伊達貴美子さんです。女子世界ランキング元4位まで行かれた方です。いやもうこの伊達さんが来たということでさらにこのビッグゲストが登場したとより感じましたけれども、ありがとうございます。高さを密着してましたよ。高チャンネルズ知ってますか。はい、あの見てます。ちょっとインスパイアされて自分の YouTube チャンネルも作っちゃったんですけど、3ヶ月間で潰されました。潰された。なんで潰された。面白くない。面白くない。自分のかなり真似してましたけどね。あ、タカチャンネルで。はい。あら、やっぱりね、本物と違いますね。ダーバディさん、レアですね。でかいダーバディさん。かっこいいですね、なんかやっぱ。東京2020、鳥ヶ谷の東京2020オリンピック始まるでしょう。東京魂、みんなで応援、オリパラ、東京2020、歌の最新曲で歩き出して大丈夫なんで、はい、はい、まだあの本番入るまで時間あります。まだ、はい、ああ1分ぐらい。高ちゃん、伊達さんのサイン。1分20秒前。始めない東京魂というわけでタイトル45秒前。タカちゃんサインサイン。伊達さんのサイン。35秒前。伊達さんのサイン。30秒前。8、7、6、5秒前、4、3、2、は？え？いいの？いよいよ東京2020オリンピック始まるでしょう。東京魂、みんなで応援、オリパラ東京2020、見どころ配信曲。完璧。東京魂。今ほらいろいろ飛沫が飛ぶから。カメラさんに来られて。座ってて落ち着いて。さあということで改めまして始まりました、はい、みんなで応援オリパラ東京2020見どころ配信曲。今回アシスタントを務めます中川エミリと申します。よろしくお願いします。セントホース。セントホース。ありがとうございます。そうなんですか。セントホースです。Jリーグやってます。そうなんですか。でも今日はテニスをしっかりやっていきたいと思います。はい、そしてメイン MC はもちろんこの方、石橋貴明さんです。急に東京都に呼ばれたでしょう。すごい。今日は一緒に盛り上げていきたいと思います。お願いします。とこは立花、立花、ご孔明までありがとうございます。すごいですね。そして本日素敵なゲストの方々にもお越しいただいています。はい、まずは応援といえばこの方、
番組を常に応援という名のガヤで盛り上げる。見切れてよ今。あるかいゲストの紹介で見切れて、その後 MC がこうやって注意しに行くって、俺はびっくりした。大事な紹介。ダメだよ。今ちゃんとゲスト。おあれして紹介してそうですよ真面目な番組だった時すいませんいやびっくりしちゃったんで最初からやるの最初からあの仕切り直してもう一回ご紹介させていただきます ね、まずは応援といえばこの方番組を常に応援という名のガヤでやっぱ見てるおかしいんだよここ通るなんておかしいんだよ出てくるんじゃない君もなんだこの番組ふざけていいんですね真面目なやつだけ聞いたのにを記録するなど日本が誇るレジェンド高校時代にはオフの日に兵庫から梅田まで行ってカレーを食べるほど無類のカレー好き伊達公子さんよろしくお願いしますカレーあこの方はあの方松岡修造さんではなく出し切ってこ出し切ってこ自分出してこ自分出してこ小庭さんですねモノマネでおなじみの素振りをしているのはこれラケットをゲームコントローラーで素振りしていますけれども、まあ、この後実は小庭さんにはですね東京2020オリンピック公式ライセンスゲーム東京2020オリンピックジオフィシャルビデオゲームに収録されたテニス競技で金メダルにチャレンジしていただこうと思いますさあ小庭さん改め松岡修造さん意気込みをお願いしますいやウィンブルドンベスト8の時思い出そうおめでとうさああの時を思い出してさあ時間がありませんまずは1回戦参りましょうちょっともう一回松岡さんやってみて何やいやマッコさん僕は本当に日本の力応援の力そしてタカチャンネルズの力僕は信じてます君たちならできるタカチャンネルズおめでとうだちょっとグレード下がったじゃないかやめてくれって本当にもう本当にまずいってちょっと覚えていきたくないけどあんまりね。タカちゃんタカちゃん終わった終わったよタカちゃん終わったの終わったよ見事な仕切りだまだやってんのコメントだあ伊達さんがやってんだよタカちゃんアスリートの皆さん全力で応援してます頑張ってくださいアスリートの皆さん今まで頑張ってきたことを全部出し切ってください頑張れはい、OK ですありがとうございますめちゃくちゃ YouTube 見てますタカチャンネルですもちろん見てますもちろん見てます一言お願いしますタカちゃんですか、はい、いやてかもう本当にいや ここの中に入ってること自体が光栄ですありがとうございます、はい、タカさん頑張ってくださいああいう風に仲良くしてどうすんのよ伊達直人じゃダメだってタイガーマスクの写真いらないいらないサイン伊達さんのサイン欲しいのそうですよどうすんのそれで伊達さんのサインは兄貴からくれって言われてんだからタカさんマッコイの兄貴が吉彦さん得たのよもうタカちゃんボケないでよもういや伊達さんいるわ伊達さんいるんだよまたバディさんと喋ってんだよな書いといたからほらどれですかほらいや、いらないって伊達巻きはお寿司じゃないんだからなんでそっちにボケなくていいよ色紙ないよもう何なんでだよ伊達さんだったの今話してかダバディといや、なんで伊達巻きなんだダバディが意外と面白かったんだよダバディが面白かったダバディいろいろ入れてくるんだよ続いてダバディさんはご自宅ではどう観戦されますか、はい、私はジャーナリストなのであのスタジアム行きますえ実際にスタジアム、はい、今回も入られるそうですね私はどの競技場でも入れますので、家では見るつもりはないです自慢かなんか嫌な言い方だな来た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 伊達さん来た来た来たありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ダバディさんの写真。ダバディさんは？すごい良かった。ああ、わかりました。すみません。ダバディさん。あ、ダバディさん。はい、私です。はい。ダバディさん。携帯が。
オフにしてました。伊達さん、伊達さん来たっけ、伊達さん、やった、伊達さん、マッコイの、マッコイの兄貴が伊達さんのファンでサインくれっていうの、ヨシヒコって書いてやったもうバカでしょ、やったぜ、兄貴、あの前回の時の、うん、これの兄貴が山形で水飲み、いやいや、なんでそんなこと言っちゃう、水飲み伊達さんに何ちゅう説明してる、くず舞っていや、つや姫だよくず舞なんだよ、2021の7月の 23?22?22 うわ、よかったな、兄貴、よしひこ、よしひこ、はい、大丈夫ですよ、ひらがなで伊達さん、左利きなんです、すっげー、テニス右なのに、いや兄貴喜ぶわ、ウノさんも両方動いちゃうんですよ、そうですよね、いざとなったら左手でボール返すんで、さすがでは天才ですよ、あうわ伊達さん、何な、何なんて書いてるんですか、なんて書いてる、チャレンジ&スマイル、挑戦と笑顔、すごいわやっぱ伊達さんはいつも笑顔だしかっこいいで兄貴もらったぞ、なんでかっこいいで兄貴のために俺があれしなきゃ、今日やってるって言うからなってた、濃厚接触者、はい近づかしてよ、伊達さんに、ありがとうございます、ありがとうございました、いやー伊達さんにもらったぞ、兄貴喋りがうまい、ダメですよ、教えてくださいよ、どうやったらうまく喋れるんだと全然今日も完璧、間違えちゃったの、外国の選手のこと聞かれてるフリップ出すのねしかも日本人答えなきゃいけなかった、ね、いや伊達さん2回目ですね、タカチャンネルズ、ね、昔付き合ってたから大丈夫です 今そういうこと言っちゃダメでしょ、時期的に今言っても大丈夫じゃない、逆に今言ったって 今なら大丈夫じゃない、お互いの口同士なんだ、もう帰れ、手つないで、もうじゃあありがとうございます、ドキドキするわありがとうございました、いや伊達さんありがとうございます、また呼んでください、ありがとうございます、力あるな、たかちゃん、二条さんもほら、二条さんありがとうございました、ありがとうございます、二条さん、たかチャンネルズいつも見てます、チャンネル登録してます、ありがとうございます、いつも楽しみにしてます、とんでもないです、ありがとうございます、マッコイちゃんみんな見てくれて嬉しいです、一緒にお写真、はい、じゃあ僕が撮りますよ、いいすか、僕が何も今日してませんからありがとうございます、魂してもいいですか、私日ハムファンなんですよ、魂もうね、皆さん頑張ってください、魂八部ですからね、魂魂もうよりもいっちゃいますから、魂あ撮りました、今度魂で撮ります、もう今2軍の試合の盛り上がりましたね、太田だとか、そうですね、太田さんもいらっしゃいますので、はい、応援してきます、清宮、はい、またよろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、撮りました、助かります、ありがとうございました、盛り上がりました、ありがとうございました、またどっかで、はい、本当のテニスやりたいですね、ね、やりたいです、みんなで、はい、ありがとうございます、失礼します、ラバディさんね、面白い、ラバディさん有名な、お父さんが映画監督、お母様も有名な、なんか芸術一家の大ご子息なんですよ、それで通訳やって、それで英語喋れるわ、日本語喋れるわ、フランス語喋る、フランス語はまあフランス人なんだけど、4カ国ぐらい喋るの、名前で言うの7カ国、7カ国すごいな、まあとりあえず1日目終了よ、いやお疲れ様でした、大変よ、また来ますね、座ってて、落ち着いて。